走り出せ飛び上がれ特捜合体ジョブレイバージョブジョブジョブレイバー働く車出動だジョブジョブジョブレイバー街を守るヒーローさ特捜合体ジョブレイバートミカヒーロー2ジョブレイバー相次ぐジョブロイド暴走事件にレイノルド博士の設計そのものに問題があったのではという疑問の声も上がっています。悪いのは博士じゃない。博士はグレープインクの CEO ロイに捕まった。それからすぐにジョブロイドの暴走が。悪いのはロイなんだ。あ、またジョブロイドを暴走させる謎の電波だ。今度はジョブロイド工場？急がなきゃ。暴走を止めるにはその原因工場内の謎の電波の発信源を突き止めないと。ここは VFR と合体だ。ブレイバーシステム起動。ジョブロイドレイ、ホンダ VFR 黒バイ、ジップメタル解凍、特捜合体。ブレイバーゼロ、ホンダ VFR 黒バイ。ジョブロイドを暴走させる電波はこのマザーコンピューターを通っているはず。ハッキングして手がかりをつかもう。なるほど、これまでの暴走事故と同じ不正な電波信号が受信されている。発信源はグレープ。やはりそうか、証拠をつかんだと。情報すべてダウンロードだ。不審者侵入、不審者侵入。まずい、ダウンロードを急がないと。ジョブロイドが暴れてやがる。よし、完了。暴走事件の黒幕がグレープであることはつかんだ。早く脱出しないと。トリスブレイバーゼロ、日産 GTR 覆面パトロールカー。見つけたぞ、動くな。待て、違うんだ、話を聞け。ゼロエナジーだ、装填。銃がダメなら肉弾戦だ。待て、敵は俺じゃない。こうなったら氷結弾装填。凍りついた、動け。まあ話を聞くんだ。なるほど、そういうことだったのか。そう、ジョブロイドの暴走を引き起こした謎の電波、その発信源はまさしくグレープインク。黒幕がロイハウアーだったとは。ジョブロイドの名誉回復のためにも奴を倒さないと。ひとまず脱出して作戦を練ろう。そうだな。新登場、ジョブレイバー、ポリスブレイバーゼロ、日産 GTR 覆面パトロールカー。ポリスブレイバーゼロ、ホンダ VFR 黒バイ。お疲れ様っと。みんなで写真を撮るときはついつい隅っこに行ってしまうマットです。今回紹介するのはポリスブレイバーゼロ、日産 GTR 覆面パトロールカーと、ポリスブレイバーゼロ、ホンダ VFR 黒バイ。まずは日産 GTR 覆面パトロールカー。
謎のジョブロイドのレイ君が特装合体ポリスブレイバーゼロ覆面パトロールカーが完成。あの敬礼リボルバーゼロ式から一体何を発射するんだ。ワッパー君のポリスブレイバーより攻撃力が高いという噂もあるぞ。そしてホンダ VFR 黒バイとレイ君が特装合体ポリスブレイバーゼロ黒バイが完成。両足に装備したホイールでスケートのように走行。ワッパー君のポリスブレイバー白バイより機動性が高いという情報も。そんなポリスブレイバーゼロ覆面パトロールカーと黒バイがおもちゃとして登場。日産 GTR 覆面パトロールカーがアニメそのままに変形。謎のジョブロイドレイ君と合体してポリスブレイバーゼロ覆面パトロールカーが完成。謎めいた黒いボディ、敬礼リボルバーゼロ式は威力が相当すごそうだ。そしてホンダ VFR 黒バイが変形。レイ君と合体してポリスブレイバーゼロ黒バイが完成。両足に備えたホイールの機動力はワッパー君の白バイ以上とか。KB ロッドゼロ式の破壊力はどれくらいなんだろう。アミカヒーローズジョブレイバーポリスブレイバーゼロ日産 GTR 覆面パトロールカーホンダ VFR 黒バイ、謎を解くのは君だ。